タイガーマスク。プロレスを知っている人はもちろん、プロレスを知らない人でも一度は聞いたことがあると思います。虎のマスクをかぶったレスラーとして、ある日突然新日本プロレスのマットに登場。四次元殺法を繰り広げ、見る者を魅了した伝説的な選手です。しかし、この初代タイガーマスクが新日本プロレスのマットで活躍したのはたったの2年。人気絶頂の中、突然引退を発表し、プロレス界に大きな衝撃を与えました。そもそもなぜ新日本プロレスにタイガーマスクが登場したのか。これはタイガーマスクの原作者の梶原一騎氏とテレビ朝日から持ち込まれた企画の一つで、リアルなタイガーマスクを作り、プロレス界に登場させようといったところから始まりました。1981年春からテレビ朝日でタイガーマスク2世の放送が決まっており、新日本プロレスの様子を中継するワールドプロレスリングでも並行してタイガーマスクが戦うという、当時にとってはかなり画期的なものでした。アニメタイガーマスク2世の放送開始は1981年4月20日。そしてリアルなタイガーマスクの新日本プロレス初登場は4月23日。テレビ朝日側からすると、アニメの相乗効果で話題になればいいやという程度のことだったとか。そのため当時そこまで期待されてのデビューというわけではありませんでした。というのも、当時の新日本プロレスはプロレスこそ最強の格闘技、キングオブスポーツを掲げたストロングスタイルを売りにしていました。そのためタイガーマスク、子供騙しか、新日本プロレスもとうとう終わったかと言われるほど評判が悪い企画になっていたのです。もはや呆れて笑ってしまう人が出てしまうほどの酷評で、タイガーマスクの登場は新日本プロレスにとってマイナスプロモーションになっていました。そして迎えたタイガーマスク初登場の日、1981年 4.23、蔵前国技館。タイガーマスクが入場すると、明らかに急いで作ったであろう安っぽい粗悪なマスクとマントをつけたその姿に、客席からは失笑が起こりました。マスクはサイズが合っておらず、被っている本人はしんどそうな感じでした。マントも白地に色を塗っただけという雑なもので、完全な子供騙し状態。見ていた子供ですらがっかりしていたと言われています。これは後に有名なエピソードとして語られていることになるのですが、発案者の当時新日本プロレスの営業本部長を務めていた新馬久志氏が、肝心のマスクの発注を忘れ、玩具メーカーのポピーに頼んで大慌てで間に合わせたマスクだったらしく、こういった事態を招いたとのこと。さらにマントも白い布切れに手書きでデザインした安っぽいものでした。そんなタイガーマスクの対戦相手は、爆弾小僧と呼ばれたダイナマイトキッド。言わずと知れた藤波辰巳のライバルで、かなり手強く、到底こんなキャラレスラーと対戦するなんて考えられない。誰しもがそう思っていました。もはやタイガーマスクを応援しているファンは誰一人おらず、こんな場違いな変なマスクマンに恥をかかせてしまえ、そんな視線すら送られるほどでした。そして試合開始、タイガーマスクは見たことのないステップでリング内をくるくる回り出し、キッドと間合いを取ります。強烈な回し蹴りを一発お見舞いすると、その瞬間会場の空気が一変。さっきまで笑っていたファンがどよめくほどで、そこからタイガーマスクの試合にみんなは釘付けになっていました。見たことない動きや間合い、スピードを見せ、サマーソルトキックまで繰り出す華麗な身のこなしを披露。正体不明だったため、実況の古舘一郎氏も、肌の色からして東洋人でしょうかと興奮するほどでした。ファンがあっけに取られている間に、タイガーマスクはキッドからジャーマンスープレックスで勝利を収め、鮮烈なデビューを飾ります。正体不明のタイガーマスクは来日といった設定が組まれ、インタビューはスペイン語で会話していました。年齢、国籍も全て謎に包まれ、報道歓声が惹かれるほど。今では初代タイガーマスクの正体が佐山悟というのは有名ですが、当時はインターネットもない時代。そんな佐山悟は1975年に17歳で新日本プロレスに入門。173センチというレスラーでは小柄な体格ながら入門を許された佐山。入門を許した新馬氏は、また小さいのを入れやがってと猪木に怒られたそうです。入門時から類稀なる身体能力で頭角を現し、2年目から猪木の付け人を務めるほどに活躍します。一緒に練習していたレスラーも、何やらせても1回で覚える、柔軟性も腕力も脚力も異常と口を揃えていたそうです。
そして佐山は1978年にメキシコとアメリカのカールゴッチ道場を経由し、80年からイギリスのマットで武者修行を敢行します。イギリスでは素顔のサミー・リーというリングネームで活躍し、こちらもタイガーマスク同様一世を風靡する存在になりました。しかし現在のようなインターネットはそこまで普及していなかったため、イギリスでの大ブレイクを知る日本人はほとんどいませんでした。抜群の運動神経、海外での反応、ノリに乗っている佐山が覆面を被るのは必然でした。話は初代タイガーマスクに戻りますが、気づけばあれほどバカにされていたタイガーマスクの存在も認められ、多くのファンが会場に駆けつけました。テレビ中継のワールドプロレスリングもタイガーマスクの試合から始まるほどに。金曜夜8時というゴールデンタイムでのプロレス中継ということもあり、タイガーマスクの名前は瞬く間に世間に浸透していきました。会場は全国どこへ行っても超満員で、小学生のちびっこファンが会場に押しかけ、新日本プロレスブームが社会現象になりました。プロレスのことを扱わない NHK やテレビ朝日系列以外の民放局、新聞や週刊誌などでタイガーマスク特集が組まれ、タイガーマスクの存在はプロレスの枠組みを超えた時代の寵児となっていきました。しかし1982年 4.25 試合中に右膝靭帯損傷の大怪我を負ってしまったタイガーマスクは 5.2 の試合から欠場し、当時保持していたWWF ジュニア王座を返上します。怪我の状態が万全じゃない中、 5.25 に行われた試合でレス・ソントンを下し、 NWA 世界ジュニアヘビー級タイトルを奪取。日本人レスラーとしてはヒロ・マツダ以来18年ぶり2人目でマスクマンとして史上初の快挙を成し遂げました。翌日 5.26 大阪府立体育会館大会でブラックタイガーを破り、 NWA と WWF ジュニア2冠王に輝きます。デビュー3年にして WWF、NWA という2つの世界ジュニアヘビー級タイトルを独占。東京スポーツ制定のプロレス大賞でジャイアント馬場、アントニオ猪木以外で初となる MVP に輝き、怪我をしていることすら忘れるほどの活躍を見せます。シリーズのオフ期間には日本中でサイン会や握手会が開催され、その人気は海外にまで届き、アメリカやメキシコでも大人気な存在になりました。そんな人気絶頂期のある日、東京スポーツ紙面にタイガー1億円引き抜き工作と書かれた衝撃のスクープが掲載されたのです。当時はガセネタとして相手にされていなかったのですが、後にこの時期に梶原一騎、ユセフトルコらが企てた大日本プロレス構想やタイガーの施設マネージャー庄司コンチャ氏による全日本プロレスへの移籍交渉など、様々な動きが水面下でうごめいていたと浮き彫りになっていきました。この庄司コンチャこそタイガーマスク電撃引退の引き金となった人物です。この人物については後ほど。1983年5月25日、タイガーマスクの原作者である梶原一騎氏が講談社月刊少年マガジン副編集長への傷害容疑で逮捕されるという衝撃的な事件が起こります。これ以降、梶原一騎氏のアントニオ猪木監禁事件や赤坂クラブホステス暴行未遂事件などが次々と発覚。マスコミはこの一連の事件を大バッシングしました。タイガーマスクはその余波を避けるため、それに加えて梶原氏の権利が絡まないようにしたい思惑もあり、タイガーマスクの返上という名の解明プランが囁かれるようになりました。ファンの反発や CM 契約の問題なども絡み、結論が出せないまま平行線の状態が続きました。8月4日の蔵前国技館大会の試合前、新日本プロレスの営業本部長である新間久志氏と並んでタイガーマスクがリングに上がり、解明プランが正式発表されました。次期開催のブラディファイトシリーズをさよならタイガーマスクシリーズと銘打ってシリーズ戦が行われました。このシリーズが終了後、タイガーマスクは海外武者修行に行くことに。年内もしくは年明けからマスクとコスチュームを一新して再デビュー、そういったプランで新マスクのイメージイラストが示されたのです。しかし1983年 8.4 蔵前国技館大会サマーファイトシリーズの NWA 世界ジュニアヘビー級選手権タイガーマスク VS 寺西勇のシングルマッチが行われたのですが、結果的にこの試合が初代タイガーマスクの最後の試合になったのです。
試合はタイガーマスクが勝利を収め、ベルトの防衛に成功。しかし、それから6日後の8月10日付で、新日本プロレスに対し、契約解除を通告したのです。被っていたマスクと2つのチャンピオンベルトを返上し、タイガーマスク電撃引退が8月12日付の東京スポーツ紙面で報じられました。新日本プロレス内部では、下関消えたという電報が打たれ、大騒ぎになっていました。この下関は、狭山の故郷からの富豪と言われています。一連の流れを説明すると、8月4日の試合後、8月8日に新日本プロレスは慰安旅行で群馬県の草津温泉に向かっていました。狭山は当時の施設マネージャー的な存在だった庄司こんちゃと草津温泉に現れ、2時間ほど新日本プロレス営業本部長の新町と話し合いを行い、翌日のサイン会のため東京へ戻ったとされています。しかし8月9日に東京へ戻る列車の中で、新町久志は下関、行方不明、諫早という電報、メモを受け取りパニックに。その後、8月10日にタイガーマスクと庄司こんちゃは書面で契約解除の通知書を新日本プロレスへ送っています。書類には以下のことが記載されていました。1. プロレス以外の催し物への出場報酬が話し合いなされていないばかりか、支払いを認めたものでも勝手に関連会社に流用されてタイガーに支払われていない。2. 幹部らはタイガーマスクの人気を利用して得た莫大な利益を私利を図って関連会社につぎ込み、しかも莫大な損失を出している。3. こうした事実がプロレスの健全な発展を願うファンの期待を裏切るものだ。よってタイガーマスクは新日本プロレスとの選手契約を解除する。こういったこともあり、狭山は突然引退を発表したのです。他にも電撃引退となった理由として4つの理由が挙げられました。1つ目は、狭山が海外で極秘で挙式を挙げることを強要され、新町と衝突していた。2つ目は、新日本プロレス内部のクーデター事件のごたごたに嫌気がさしたから。3つ目は、タイガーマスクであり続けることに疲弊してしまったこと。4つ目は、プロレスではなく格闘技への情熱が高まっていたこと。これらの事象が重なって引退を決意したと言われています。しかし人気絶頂の中の引退だったということもあり、多くの謎が残る展開に。引退直後のインタビューで、こんなものただの布切れですからといった過激な発言も多く見られ、ショックを受けたファンもいたとか。なぜ人気絶頂のタイミングで狭山は引退してしまったのか。それは得体の知れない庄司こんちゃという施設マネージャーの存在があったからです。こんちゃが狭山の施設マネージャーになったのかについて簡単に説明すると、こんちゃは大塚直樹氏の知り合いの実業家で、新日本の興行を請け負っており、その縁があって狭山に密着し始めたのです。そこから周りの人間から信頼を得るようになると、次第に認められ施設マネージャーになっていきました。しかしその反面、暴力団と関係していたこともあり、前科が8犯あったのです。さらに日本に3台しかないベンツのプレートを盗んで自身の車に付け替える見栄の張り方をするなど、真の顔は真っ黒なものでした。こんちゃはある暴力団の手形を盗んで追われているため本名を伏せていると公言していたそうですが、狭山に対しては前科があったことは隠していたそうです。こんちゃは次第に権力を振りかざすようになり、あの新町でさえタイガーマスクと話すにはこんちゃを通さないと話せないくらいに異常な状態だったと言われています。狭山が第一次 UWF に参加するにあたって、 UWF の浦田社長のおかげもあり、ようやくそんなこんちゃとの関係が切れていったのですが、関係を切るために反社会的勢力を利用したとして浦田社長は恐喝で逮捕されてしまいます。狭山はそんなこんちゃのせいもあり、人気絶頂の中引退を発表しました。最後の試合が終わり、リングを降りる際、狭山は心の中でさようならとつぶやき、リングを去ったそうです。初代タイガーマスクが人気絶頂の中突然引退を発表した理由は、闇の社会に手を染めていた庄司こんちゃの存在、やりたくないキャラを演じなければならなかった、会社と円滑に行かなかったなど様々な理由がありました。子供から絶大な人気を誇り、社会現象にまで発展したタイガーマスクの裏には反社会的勢力の存在があったのです。そんな初代タイガーマスクは暴力団の排除の機運を盛り上げる活動に参加して感謝状をもらっています。いかがだったでしょうか。このチャンネルがいいと思った人は高評価とチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。